ポップライン萩原です。今日は東京ベイランニングクラブの練習会で、筑波まで4日前で、今日は、筑波に出る方とか24日レースの方とか、あと12月1日レースの方の10日前とか、いろんな要素もありで、今日は 5000m1 本ですね。まあ調整ですね。では5000一本、大事な大事な4日前頑張りましょう。はい、いきます。よーい、スタート。レースみたいな。いや、これ結構早いですよ。早いよ。これ3分20ぐらいです。足抑えたけど、成田堀です、ここに4分のプレスについていきたくなっちゃいますね。そうですね、よくない。1000m 4分12。2000です。4分10。ゆずみぎさんをキャッチ。12分34。4分12。4000です。あれあれ、おお来た。スピードよく、こんなんです。3分59。心配あんまりそこまで追い込めてなかったら、流しちょっとピッて3本ぐらい入れた方が、流しを僕は入れます。さあ、ということで水曜日東京ベイの5000一本、筑波まで4日前の刺激でした。まあ、ちょっとね、抑え気味ではあったんで、これが吉と出るか京都出るかっていうのは分かんないんですけど、まあ、プラスアルファでちょっとね、流し3本入れてみたいな感じで、帳尻合わせというか、まあ、足し算引き算みたいな感じなんですけども、調整は。はい、そんな感じで4日前でした。ありがとうございます。